緊急で動画撮ってます。いらじゃ、ジャニーズ事務所は昨日19日取締役会を開き、今後の会社運営に関わる大きな方向性について議論をして向かうべき方針を確認したってホームページで明らかにしたとのこと。その内容は社名変更、前社長の藤島ジュリー氏が保有する株式の取り扱い、被害補償の具体的な方策、所属タレントや社員の将来などについてあらゆる角度から議論を行ったということです。まあ、そんで10月2日に進捗内容を公表するということです。社名変更ありってことでいいんですかい。今日もチャニーズ問題です。ヘライちゃん、私のチャンネルジュアニーズっていうだけでちょっと YouTube の広告がつかなくなりました。で、まず嵐の大野さとし42歳が出資してる沖縄宮古島のバーが18日インスタを更新、店の開店をお知らせする内容だったんだけど、そこには大野氏が描いたブアニーズピタガワ氏のような肖像画が怖いと話題に。闇が見えるってネットで話題になってて、まあ、今日の話はそこじゃなく、あのワニーズの長男近藤真茶彦59歳が1日所長とかしてたのに、記者団たちから一連の中華街問題を質問されちゃって、あの今日ね、あのそういうことになるんじゃないかなと思っていろいろ考えてきたんですけども、いつかはねそういう話をさせてもらう時期が来るのかなと思ってますけども、大変申し訳ありませんとはぐらかしたが、今後話をする意思を示し話題となっておる。さすがピアニーズ40周年で、この1週間で CM 降板ドミノが止まらないミャニーズ事務所に、この鬼瓦みたいなサントリーホールディングスの社長は、事務所の体制が改善されなければ所属タレントが出演する番組のスポンサーを降りる可能性もあると発言した。で、このおっさん経済同友会の代表幹事とかも務めてて、かなり影響が大きくて、これって CM 見送りとはわけが違うとテレビ局関係者が大騒ぎ。なぜなら民放はスポンサーの意向で成り立っているようなもの。スポンサーが離れていくとその CM の穴は AC ジャパンはこの活動を支援しています。ポポポポーンってなっちゃうよ。この嘘のようで本当の話。なぜならあの広告中止をした花王の提供のテレビ番組 TBS A スタジオプラスにセクシーゾーンの中島健人がゲスト出演する予定だったんだけど、収録が事実上の中止となったんだって。局側は延期って説明してんだけど、この番組は花王の一社提供で、花王は中島を化粧品のイメージキャラクターに起用したから、こんな前代未聞の事態に、あかんわいちゃ。だから AC ジャパンの CM が流れることがあったら、あ、グアニーズ離れがあったのかなって思うよね。で、ヤフコメが厳しくて、ごく当たり前の CM の見直しをテレビのワイドショーのコメンテーターらを使って企業批判、社会的に当たり前なことをしているのによく言えたものだなと思います。そこに見えてくるのはテレビスポンサー離れを防ごうと考えているかのようなテレビ局だが逆効果、アイドル芸能だからよしではなく、社会的に見てダメなものに毅然としている企業の方々には心から応援したい。そう、お金もらっててそれないよね。しかもね、ネットのチャニオタたちがこの鬼瓦みたいな社長のルックスを揶揄してたりして、ほんとこいつらルッキズムまみれだな、ドブスがって思ったんだけど、要は会見でチャニ事務所の対応がダメだっただけで、矛先を企業に向けるのはおかしすぎるよね。てかたー、チャンネル登録よろしく。